ディレクTVはボクシングの世界戦を日本で初めてペーパービューで放送いたします。今回は初めてを記念して生中継のみ無料放送でございますが、録画放送の時はペーパービューで、ご覧いただきたいと思います。ビッグマッチのペーパービューはアメリカではもう日常的に行われておりまして、それによってボクシングの興行が、成り立っておりますが、果たして日本のボクシング界にとってこの新しい一石を投じることができるかどうか、非常に私たちにとっても注目の一戦であります。2階級制覇なるかどうかという一戦であります。メキシコビクトル・フェルナンデス、今井ジャッジ、アメリカバーバラ・プレス、今井ジャッジ、アメリカヘッジ・エルプルアメリカのローレンス・コールレフェリーです。これから恒例の試合前の注意ですが、もうこれはいつも通りですので、あまり、時間をかけてはやりません。さあ、いよいよ WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ第1試合のゴング、試合開始です。石松さん、はい、どういきますかね。山口が ね試合開始です。ペース争いですけどね、もう自分からどんどん攻めるべきです、はい、これでいいですよ、はいはい、見事昨日は、計量を成功しました、はい、花から打ち合いです、これでいいですよ、はいはい、52.1 キロで両者計量を通過しまして今日の試合になっておりますが、まあ、その後食事などしておりますので現状の体重は少し差があると思いますが、おー、だいぶあれですね、チャンピオンもさあ来いって感じですね、そうですね、もうああいうふうにガードを上げたふり、開けたふりしてカウンターを狙ってますから、チャンピオンね、なるほど、はい、上半身を、振って、足を使って、右ジャブをどんどん出してですね、はい、美佐子さん、はい、スピードだったら山口は負けてませんね。そうですね、はい、ただ山口君よりも、はい、チャンピオンの方がアップライトですよね、はいはい、ちょっとこうなんか重心を後ろに乗っけたような感じで、そうですね、ですね、ああさあ来い若いのというような感じです。30歳のチャンピオンと25歳の挑戦者、ああうまく避けましたね、ね、まあ両選手とも、はい、若あゆのごとくね、はい、しびししてます。あ、はい、そうですね、はい、52.1 キロという難関をパスしました両選手、見事1回で計量をパスしまして今日の晴れの舞台に上がっています。第1ラウンド、チャンピオン張陰中選手はですね、これアップライトスタイルで、こうやってあのね、相手を呼び込んでカウンター打つ選手ですね、山内刑事がどうだざまあみろというように舌を出しておりますが、まあこのあたりまだ両者お互いに探り合いということで、第2ラウンドにはこういうことはなくなるでしょうね、だんだんね、真剣になってまいります。チャンピオン一発のパンチまた出してませんから。ああそうですか、はい、あーっとちょっと後ろに吹っ飛びました山口刑事。いいんですよ、この5メートル四方のリングをですね、もう目いっぱい使うべきです、はい、山口は足を使って、はい、これでいいの、これでいいの。白いトランクスのチャンピオンの張陰中、それから白いトランクスの上にこう何かすだれのように、黒を彩っている山口圭司、左が一発当たりました。チャンピオン構成、しかし石橋さん今のように来る時は来ますね、ねえ、
いつもね、このチャンピオンはこんなに攻めてくるってことは聞いてないんですけど、今日はね、ストレート、はい、どちらがペースか、ペースをつかむかですから、ちょっと頭が当たりました、さすがチャンピオンね、はい、自分から攻めてきてますね、ペースつかみに来てます。そうですか、はい、美佐子さん、確かそうですね。いや、やはり ね、この前の2回目の防衛戦に中本防衛しましたからね、はいはい、そのように行くんだと言ってましたけど。なるほど、そうですね、彼はあんまりナックアウトないことを気にしてるみたいです ね、韓国で人気屋だから僕はないんだみたいなことをね。はい、第1ラウンド終了です。まず名刺の交換です。あ、10対10ですね、はい、美佐子さん、立ち上がりどうご覧になりました？いや、五分ですね、はい、内容はどうですか？ただ、試合の、はい、リングへ上がって始まる前に、花束をやったでしょ、はいはい、その時にやる方はムッとしてるんだけど、もらった方はにっこりしましたから、なんか余裕なのか、それはね、やっぱり分からないですけど、そうですか、僕はあんまり深澤さん、はい、よく思わなかったですけどね。そうですか、はい、どうぞ。こちら挑戦者サイドなんですが、山口選手、会場の方にはチャンピオンよりも早く4時半頃の到着でした、はい、で、控え室の方では音楽を聴きながら体をほぐしているようで、かなりリラックスしている状況に見えました。はい、はい、今日は両サイドにリポーターがついておりまして、土田香織さんが挑戦者サイド、それからチャンピオンサイドは中元寺香織さん、同じ香織さんです。これから第2ラウンドに入ります。第1ラウンド、石松さんの採点は10対10、差したる攻防はありませんでした。12ラウンドで戦われます WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ。こういうね、はい、アップライトスタイルの選手とも私戦ったことあるんですけどね、やりづらいんですよね。どうしてですか？なんか懐が深いんですよ、はい、でもああやって体空いてるじゃないですか。いや、でもね、胸のあたり、でもね、入ってくるとちょっとね、足をちょっと下げてね、下がっちゃうんですよね、俺は今みたいにね。なるほど、はい、これをじゃあ石松さん、これ山口はどう崩していくかですね、それにはね、合わせて、なんですか、頭をもう少し振って、もう、はい、相手の呼び込みにね、呼ばれないのがいいですね。なるほど、はい、ジャブジャブで反対に、はい、1ラウンドと同じように相手が向かってきて、打ってきてくれた方が山口はいいですよ。あ、そうですか、そうですね、はい、これ美佐子さん、いろんな違いが当然あります。でも似てるところは両方カウンターパンチャーですか？そうですね、どうでしょうね、ラッシャーというあれじゃないですからね。そうですね、お互い今のところ自分のボクシングをしてますね。あ、そうですか、はい、石松さん、山口はあまりにもそのチャンピオンを、いわゆるテクニシャンとして買いかぶらないことですね、まあ、山口はもう無でやってますからね、これでいいですよ、あ、そうですか、太鼓小林ジム、その小林ジムの会長は、元ジュニアライト級世界チャンピオンで見事6回の防衛をした小林博さん、非常に心配そうに青コーナーの人で、この山口のファイトぶりを見つめています。ボディが当たりました。チャンピオン右、しかしこれは当たっていません。浅いですね、両方まだクリーンヒットがありませんね、これといったパンチはお互いまだ出てません、はい、出してるんですけど当たりません。ああ、右が当たりましたね、チャンピオン今のカウンターね、右のショートストレート、まあこれ美佐子さん、打ち合いになりにくいタイプですよね、なかなかね。そうですね、はい、今の右ストレートはサースポーの山口が用意注意するストレートですね。ああ、そうですか、一番嫌なパンチですね、はいはい、当たりやすいんですか？さあ、当たり右、当たりやすいです、当たりやすい、はい、あ、それを狙ってますからね。ああ、そうですか、上段から打ち下ろしてますから、アップライトスタイルのね、はい、当たると効くんですよ、ああ、そうですか、打ち下ろしてますから2つ当たりましたね、山口要注意です。美佐子さん、はい、山口はどうですか？あ、はい、また右を食いました。やっぱり、はい、止まっちゃダメですね、動かないと、また頭振ってね、下から攻めてからダメ、はい、そうですか、そう、こういう風にね、はい、はいはいはい、あと10秒第2ラウンド、はい、なかなか老快です。30歳のチャンピオン、3度目の世界タイトル防衛戦です。国外でタイトル防衛をするのは初めてです。10対9、はい、差がついて超陰柱ですね、チャンピオンワンツーね、はい、
角度のいい、はい、パンチを打ち下ろしてましたね。深澤さん、はい、どうぞ。こちらチャンピオンサイドなんですが、こちらからはカバーを上げてとにかくゆっくり攻めろ、肩の力を抜いてリラックスリラックスという指示が飛んでいますね。はい、あ、そうですか。はい、で今日は5時過ぎにこの両国国技館に張選手入ったんですけれども、ジャズを聴いてリラックスしてきたということです。で本人は何ラウンドでも KO を狙っていくと、3回目の防衛に自信を覗かせていました。そうですか。はい、チャンピオンサイドは中岸寺香織さんです。これから第3ラウンドに入ります。一応美佐子さん、前哨戦は終わりましたね。そうですね。ねえ、いや、こうやって今リポートにありましたように、KO を狙ってきてくれると、帰って山内君にはいいですね。そうですか。はい、美佐子さん、山内はカウンター取るテクニックはどうですか。いや、上手ですよ。上手ですか。はい、止まって待つんじゃなくて、やっぱり動きながら、ね、狙ってほしいですね。はい、WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ第3ラウンド、なんとなくこう挑発するようなこういう感じが ね、美佐子さんありますね。はい、チャンピオンね、本当今石川さん言われたように、本当アップライトで懐深いんですよね。ちょっと下がって、はい、そうですか。石川さん、やりにくいですか。やりづらいです、やりづらいです。はい、で、空いてるからと入ってことを結構ね、この懐が深くて、はい、そしてたまにね、打ち下ろすパンチがこうやってくるでしょ。でもそのね、あんまり、苦手意識はちょっと感じてませんね、この山口。はい、そうですか。美佐子さん、はい、山口に硬さはありませんね。そうですね。大丈夫ですね。動くときは動きもいいし、1回目に右奥がちょっと浅いけど当たりましたからね。あーっとヘッディングの注意です。うん、山口のが注意されたんですかね。山口はキョトンとしておりまして、ワンポイント、ワンポイントマイナスです。減点、それはないよ、レフェリーさんという表情の山口です。はい、ね、山口はワンポイント減点されました。今日のレフェリーはアメリカのローレンス・コールです。アメリカなんかもっとひどいじゃないですかね。ねえ、でもね、これで山口、これで山口に火がつくかな。これで燃えないとダメですよ。ねえ、これがね、はい、こうそうするんですよ。このワンポイントが取られたことが、これで怒んないとダメです。そうですね。はい、キャメイト、ちょっと変わりました。山口いきます。さあ、しかしチャンピオンは冷静です。チャンピオンは山口を嘲笑うようなポーズを取ります。山口は、はい、下から上にいかないとダメですね。あ、はいはいはい、下から上、はい、顔面はね、なかなかこれ届かない、届かないですから。あ、そうですか。今みたいに下からね、上に、声に返していかないとダメ。両方とも身長が全く同じ170センチ、ただしリーチはチャンピオンの方があります。このラウンド第3ラウンド減点を取られました。ヘッディングの減点です。山口ね、はい、気合入ってます。はい、やる気になってるからいいですよ。左ボディ、下から下から、ちょっと左目チャンピオン切りましたかね。やる気になってますね。右目ですが、ちょっと切りました。さあ、山口行け、何が何でも勝ってほしい山口。美佐子さん、はい、そのためにグリーンスタジアムから移籍してきたんですけどね。はい、太鼓小林夢やね。それでチャンスを掴んだわけです。勝たなきゃね。今の原点はバッティングで目が切れたから。ああ、そうですか。切れなかった方が1点減点というルールがありましたね。はい、はい、恋の場合は2点。あ、はいはい。左の目尻がちょっと切れています。チャンピオンの張陰柱の左目尻が切れていますが、大した傷ではありません。あと10秒、第3ラウンドです。左右の血をショートフック、ちょっとね、はい、チャンピオン張も、ね、リズムを崩してますね。はい、あ、そうですか。はい、お、しました。10対9山口。はい、深澤さん、はい、チャンピオンについて山口選手なんですが、とにかくやりづらい相手だと。はいはい、で今回の戦術に関しては出てくる場合とそうじゃない場合2つだけ考えているんですが、俺としては出てきてほしいというようなことを言っていました。なるほど。調整者サイド土田香織さんです。なお今日はレフェリーがローレンスコール、ジャッジはヘンリー、エルスプルアメリカのレフ、それから、美佐子さん、はい、バーバラペレスさんというのは女性のジャッジですね。はい、この方はだいぶもうボクシング界では有名な方なんですか。そう、かなり、なんか回数を言ってましたけどね。あ、そうですか。はい、それからもう一人はメキシコの私たちのちょうど目の前にいますが、ビクトル・セルバンテス、
この4審判、そして立ち合い人はオーストラリアのフランクイン、これが女性ジャッジです。何を基準にね、採点するかですよね、女性の場合はね、はいはいはい、そこら辺がちょっと微妙ですね今日は、はい、さあ第4ラウンドです。ぼちぼち両者が自分を出してきて、石松さん、いい頃ですね。今まではね、今まではね、山口の方があの気迫で上回ってますよ、はいはいはい、ちょっとあのチャンピオン張陰順はですね、ペースをちょっとあの狂ってます。あ、そうですか、はいはい、当てたいですね、じゃあいいのね、これでいいんですよ、はい、ペース争いですからね、ボクシングは、サウスポー、背中を向けているのこれは山口、白いトランクスが韓国の張陰順。美佐子さん、はい、これもともと山口は右利きですよね。そうです、右が強いですからね。左利きじゃないんですよね、はい、だから前に出ている右利きが強い人ですね。だから有利なんですよね。あは、いいんですよ、これでレフリーにね、いい、レフリーにね、注意されなければね、はい、いいんです。あ、はいはい、はい、あ、いきなり打ってきましたね、うん、気合入ってる山口は、だいぶ気合入ってる、あ、そうです。私はね、今日の試合はこの気合をね、はい、望んだんですけどね、はい、いいですよ。あ、うまく避けてますね、いいです、いいです、うん、ボディースイングですね。山口ペースです、これは、はいはい。意外に美佐子さん、この若い山口がウィービングなんか上手ですね。そうですね、ねえ、なかなか緊張があるから、あ、こういう避け方いつもしますからね。あ、そうですか、はい、時々山口の強い右フックが当たります。チャンピオンは手数で来ています、はい、まだいわゆる石松さん、強烈なパンチというのはチャンピオンまだ出してませんね。手打ちですからね、だからよっぽどこのアップライトスタイルから、はい、打ち下ろしたパンチがカウンターで当たった時以外はダウンは取れないですね、はい、今アットストップです。相手の後頭部を抑え込まないようにという注意です。石松さん言われたように、このチャンピオンはウエイトをどちらかというと右足で乗っけているような感じですね、そうですね、だからやっぱり全てのパワーがパンチの時にかからないかもしれないですね、あっと出鼻相打ち。石松さん、この打ち合いどうですか。あ、今ちょっと3つ目の左フック食っちゃいましたね。あ、そうですか、はいはい、山口元気です。望むとこですけどね、望むとこですよ、はいはい、だからただ入り際にね打ち下ろしますから、それだけを警戒してれば、あとは、打ち合いでは山口の上ですよ、そうですか、こういうふうにね、はいはい、ちょっとウィービングでかわして、この後、パンチを出すという、しかも今のところ強いパンチは右だけですかね。右だけです、ですね、ワンツーフック、はい、その普通はフックはいいんですけど、はいはい、このチャンピオンはこのフックもないですね。あ、そうです、右ストレートだけです、はいはい、はい、そうですね、はい、右を外して、山内君の右フックがヒットするとダウンもあるんですけどね、はい、あと10秒切っています。第4ラウンド、間もなく第4ラウンド終了です。なんとか頑張れ山口啓司。第4ラウンドは10対9、ここは何で差をつけました。山口の構成点ですね、はい、はい、はい、佐藤さん、はい、どうぞ。韓国での山口選手の評判を聞いたところですね、タチウイス選手、井岡選手は人気があるそうなんですが、いまいち評判は、はい、知名度はないということなんですね、しかし8試合分のビデオを見て研究してきたということで、はい、ファイティング的ではなくテクニシャンのゲームになるだろうと言っていましたが、かなり今日はチャンピオンの方を攻めていますよね。そうですね、はい、ベンチからはですね、サイドからはですね、はい、もう焦らずにゆっくりゆっくり力を抜いて、とにかく左から攻めろという指示が飛んでいます。そうですか、はい、チャンピオンサイド中岸寺香織さん、韓国ではあまりこの山口は人気がないということですが、しかし山口は世界タイトルマッチ、これで6回目、しかも世界タイトルマッチで2勝3敗、一度は WBA のジュニアフライ級の王座についています。まあ石松さん、人気なんてどうだっていいですよね、ね、まあ、ね、勝ちゃいいですよね。そうですね、ただね、山口が今、はい、単発になってますけどね、ミニストレートをかいくぐって中に入って、ワンツースリー吹くというね、はい、そこまで打てるようになったら、はい、いいですね。ああ、シュッシュッと声を出すのは山口です。よし、ナイスボディ、ナイスボディ、左に当たりましたね、ボロにね。このチャンピオンはね、ミニストレートしかないですからね、はい、これしかないです、これですね、これだけ、だからああやって右回りのがいいですかね。そうです、そうです、これですよ、これ、はい、右回りで右を出す、で山口はその右が強い。そうです ね、ああ左、右ストレート、軽く当たった、これしかありませんから、はいはい、そう、くっついてからこのワンツーです、はいはい、
はい、そうそう、エッジ返し、あの左アッパーから右フックをコンビネーションを打てばね、倒すチャンス出てきますね。そうですか、だいぶ美佐子さん得意の右フックを使ってます ね、山口がね、はい、あのフェントをね、あの相手勘もいい選手だから、フェントが効くよっていう話したんですよ、ね、あ、はい、自分もそう思うんだって言ってました。なるほど、これ美佐子さん、スパーリングとか彼練習、それから彼の談話聞いてると、はい、あ、また、はい、頭、またヘッディング、頭、鼻に当たりました。あ、鼻血、これ減点すべきですよ、さっきやったんですから。そうです、これ減点、待て待て待て、ね、待てよ、減点、はい、減点すべきですね、失血したんですから、あ、しませんか、しません、しません、しないですね。山口からは1点取りました、先ほどね、あ、鼻血が出てまいりました、山口刑事。しかし、レフェリーのローレンスコール、減点しません。余計ね、今日は山口調子いいですから、はい、こういうアクシデントでね、はい、ファイティングスピリットが出てくるんじゃないですか。なるほど、ね、あ、さあ山口頑張れ、右フック、右フック、美佐子さん、はい、むしろ山口の方がよく動きますね、はいはい、山口やっぱりね、パンチも当たってますよ、当たった、今当たりましたね、山口のペースですよ、ね、はいはい、ちょっと話が出ました、さっきバッティングです。先ほど山口の軽いバッティングで右の目尻を切った時には山口が減点されましたが、これだけ話が出てもこのレフェリーは長のバッティングには減点を取りません。あれもね、故意じゃないですからね、偶然だから、はい、あれでしょうね。でもね、偶然でも血が出ると1点取るというルールでやってるんですよ。故意だと2点なんです。それはあの顔面だけなんでしょうかね、あの前の上、バッティングだけですかね、なるほどなるほど、さあ、あと15秒です、第5ラウンド、さすが緊張の中で進んでいるこの世界タイトルマッチ、ラウンドが進むのが非常に早いような気がいたします。はい、山口いいですね、いいですか、いいですね、いいです、はい、いいですよ、はい、美佐子さん、はい、どういうところが一番いいですか。いや、 やっぱりね、最初に思った、向こうはにっこりしてたけど、こちらはものすごくムッとした、はい、緊張した顔してましたから、その通り試合 の展開も、はい、なんか向こうの方が後手後手のようですね、あ、そうですか、チャンピオンの方が、はい、彼はチャレンジャーの山口君はキビキビして、はい、いわゆる、はい、先手先手と言ってる、なるほど、はい、石松さん、はい、テクニック的にはどうですか。まあ、両方比べて、まあ、五分ですよ、ですからね、はい、冒頭から言ってますけど、もうテクニックなりね、はい、力は五分なんですよ、ですから気合のね、はい、持ってる方がこれはこの勝負を制すんですよ、でそういう点からいきますと今、はい、山口は気合入ってます、はい、あ、はい、そうですか、今日はリングサイド、この私たちの見える範囲内では敷島関も見えております。北の海親方もどっかにいるはずですし、ひょっとしてベイスターズの佐々木投手、彼は非常にこの山口を可愛がってますので、どっか応援に来ているかもしれません。さあ、いよいよ第6ラウンドに入ります。山口冷静です。このチャンピオンもね、これからアップストレート、はい、スタイルで相手を呼び込んで右ストレートのカウンター、これ以外ないんですから、ちょっとね、これですね、これしかないわけですから、はい、山口もそれを体でも覚えましたからね、はいはい、ちょっとチャンピオンも攻めあぐんでますね、あ、しかも石松さんやったように今の右にしてもちょっとウエイトが残った、あっと左が当たった、あ、聞いた、ちょっと聞いた、左が当たった、山口頑張れ、さあ山口頑張れ、ここは山口頑張りどころです。クリンチで逃れようとしますが、どうでしょう、どうでしょう、あ、ブレイクの言うことを聞けと、ブレイクの声がかかっても攻めたチャンピオンに一言レフェリーから注意がありました。お、気合入ってる、気合入ってる、ショートパンチが当たっています、ちょっと食ってますね、すごい一戦です、山内効いてますよ、ねえ、はい、ね、気合は入ってますけど、あっと、はい、左右食った、山口頑張りどころです、山口頑張りどころです、ね、ね、何のために大阪から移籍して、何のために苦しい減量をして、はい、トレーニングをしたか、ね、思い出すべきです、右のね、はい、後下ろしを食っちゃってます、まともに、ほら、あ、はい、左足も食ってるね、まともにしちゃってますね、まだ1分20秒あります、チャンピオンが調子に乗っています、ブレイクをかけます、
山口もね、右フックをね、狙い撃ちしたらいいんです。はいはい、はい、左フックですね、左フック、はい、三沢さん、はい、この場面どう逃げたらいいですか。いや、やはり向こうも、打ってくるだけですから、頭下げて、はい、見ないでいいから右フックを引っ掛けることですね。そうですね、狙い撃ち、狙い撃ち、はい、見ないでいいからね、寄ってくるんだから、はいはい。あ、ちょっと鼻血がかなりひどくなりました。先ほどヘッディングで鼻血を出しています。ちょっとこのラウンドは右のストレート当たった。いきなり食いましたね、ボディも当たっています。チャンピオンの超インジューの右が当たっています。右フック、あっと、あれ押したそうですね、はい、そうこれはスリップダウンです。右のフックを切ったところで押しました。チャンピオン超インジュ、さすがチャンピオンです。あのね、右ストレートに合わせたね、右ストレートに合わせた右フックを打ちゃいいんですよ、カウンターで、はい、一緒ですか、はいはい、それができるかできないかですね、コンセントですから。あと10秒、第6ラウンド、このラウンド早く終わった方がいいですね、もうね、まあね、左ストレートダメ、山口、第6ラウンド終了。しかし山口笑って舌を出して、しまったなという表情、伊佐子さん、はい、やっぱりどんなパンチでも一発不意に食うと怖いですね。そうですね、そっちのペースになっちゃいますもんね。そうですね、深澤さん、はい、どうぞ。あの左フック一発ですよ。ちょっと待ってください、今のリプレイが出ています。はい、左フックのカウンター一発で、あれでね、こうやって姿勢に回ってしまいますね、ここのところなんかもう。しかしこのやっぱりラッシュはさすがチャンピオンですね。そうですね、はい、はい、どうぞ。福田さん、よろしいですか。こちら挑戦者サイドなんですが、とにかく落ち着け、頭を冷やせということを言ってるんですが、このラウンド終わってで次にチャンスが来るから、それまで頭を冷やせと、頭から水をかけています。そうですか。いや、本当、あの上だけじゃなくて中身を冷やして、やっぱこう冷静に行くべきですね。そうです ね。さあ、これがチャンピオン超インジュー、したたかなチャンピオンです。プロの戦績はわずかに15戦ですが、アマチュアでなんと89戦というかなりの試合数をこなしてまいりました。このチャンピオンの超インジューです。第7ラウンド、ちょうど中盤です。あ、しかし石橋さん、はい、山口は元気ですね。ダメージはないですね。そうですね、ちょっと振ったね、残ってませんね、ないですね。まあ、超インジューも、また自分の先の先ほど の、はい、あの攻めでね、自分のペースをつかんで、いつものスタイルに戻りましたね。なるほど、はいはい、あれでいけるなったら超インジューの方もつかんだでしょうね。そうです、ちょっとね、で山口もね、もっともっと、なんですかね、はい、状態をこれ時には落としてね、下から攻めないとダメですね。あ、下からね、捨てパンチをしてて、はいはい、捨てパンチを打ってですね、下から上から下という、はい、はい。さあ、山口ちょっと今攻め上がんでる感じです。そう、下から、そう右ジャブを下からね、上行って、今のようなフェントをしながらね、はい、チャンピオンもあまり手数を出しません。とにかく両方がお互いの出を待っている感じです。まあ、石橋さん、これ共にこういうスタイルなんでしょうね。あと打ち合うというね。そうなんですよ、あの機会を見てね、まあ、このチャンピオン、はい、1ラウンド目のこのスタイルに戻りましたね、うん、ああ、そうですか、このスタイルに戻ったということは、はい、チャンピオンのペースに戻りつつあるんです。はい、右ストレート、これは空振り、うまく避けました。チャンピオン超インジュが白トランクス、まだまだ、ああ、頭当たりましたが、今パシンと音がしましたね。今度は反対、はい、反対ですね。そうですね、今は挑戦者の頭がチャンピオンに当たりました。小さいパンチを出してなんとか懐へというところですが、これはうまくクリンチで避けました、うん、鼻血が止まっています。挑戦者山口圭司、そう、山口はこのペースで、ね、どんどん攻めていかないと、はい、もっと頭振りたいですね。そうそう、頭振らないとね、カウンターのね、はい、右ストレートから打ち下ろし食う可能性ありますから、頭振ってですね、はい、これを食いますからね、はい、今ボディへ行きましたね、頭振って、はい、そう、はい、狙ってますね、あの右のストレートだけをね、あれだけ、はい、あの避ければね、これというパンチはないですから、はい、右フック、これで攻める左のこめかみ、右フック、はい、山口圭司の左、しかし右フック、今のところ三沢さん、山口はちょっと単発ですね。そうですね、今のところね、はい、そ
そんだけあの、ねあのチャンピオンがうまいんですよ、打たせない、攻めさせないというね、ボディスイングをしながら、さあ山口、これでいいんですよ、これでいいですか、こういうふうにいかないとダメ、これであと15秒、入っていかないと、あとショートストレートを食いました、2つ、大したパンチではありません、クリンチ、分かれます、まもなく第7ラウンド終了です。チャンピオン肉肉しい表情で左ストレート、これはちょっと軽く当たっただけで第7ラウンド終了です。採点は10対9で山口啓治、石橋さんの採点だと今1ポイント山口が取ってますけどね、ただ1ポイント減点されてます、減点されてるのをあの入れて1ポイント取れましたけど、今もこれ、ジャッジはね分かれると思いますけど、まあ公衆、なんですかね、構成点ですかね、チャンピオンもこれという感じも出してませんし、佐々木来てますね、佐々木が、佐々木投手が来てます、これはね、彼は函館雄斗高校なんですね、あの山口くんはね、で前いた森田投手、今近鉄へ行った彼の後輩なんです、でだから横浜ベイスターズの連中みんなで可愛がってたんですね、それが続いてるわけです、その関係がね、はい、山口君も戻ってきましたからね、だいぶ今、そうですか、はいはいはい、さて、これから第8ラウンドです。石橋さんの採点ではわずかに山内がリードしておりますが、非常にこれまでの採点も難しい試合です。おー、キックボディ、今、ね、左やっぱいいの当たりましたよ、山口、はい、当てた当てた、ボディ打ちましたね、ボディスイングをしながら少しじりじりと出ていきます。12ラウンドで、12ラウンドの戦いの中で、この7ラウンド8ラウンド一番疲れるんですよ、しかし山口は活発に、おっとこれは肩透かしのような形になります、スリップダウンです。勢い余って放送席の前のロープから顔を出しました。右ストレート、あれ気をつけないと、あれを待ってるんですよね、あれしかないんですから、また右です、おっと危ない、右を2つ切った、ここはさあどう避ける、山口、これもあのね、頭を押すんですね、頭を押さえるんですね、この辺はアンフェアというか老解というか、それもね、紙一重ですね、これも技術のうちですけどね、いわゆる叩き落としされるようなお相撲で言うとね、もうすごくね疲れるんですよ、ミノック山口打ち合いの中で一歩立てたいですね、ミノストレート当たりました。東京両国国技館は1階席それから末席2階席満員であります、大いに沸いています。WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、ほとんど五分に近い形勢です。山口行きます、いいですよ、山口ね、この気持ちを忘れないで、チャンスは必ず来ますからね、そうですか、またちょっと頭が当たった、こういうところで細かく打ちます、なんでレフェリー見てくれないんだと、左フックちょっと浅かった、ちょっと浅かった、ね、ああいうチャンピオンも打ち合いの中で当てたいですね、チャンピオンはねこれ自分のペースじゃないんですよ、あそうですか、山口が自分のペースでこれ打ち合いにのあの持ち込んできてるんですね、だから山口ペースなんですよこれ、さっきだって石橋さんチャンピオンがペースを戻したって言われましたね、戻したんですがこれまた、ね、山口のあれにね、山口のペースにまたはまりかけてるんですね、そうですか、左の耳あたりが、チャンピオンの頭にぶつかりました、チャンピオン張陰樹右の目尻がまた失血してまいりました、先ほど第2ラウンドに、第3ラウンドですか、バッティングで来た左の目尻張陰樹ちょっと血が出てまいりました。山口啓治は鼻血が出ておりますが、先ほどのようなひどい鼻血ではありません、打ち合いですが決定打がありません、あと10秒第8ラウンド、伊佐子さん、うまいとこかわされてますね、ね、第8ラウンド終了、チャンピオンはあまり攻め込んでくる、攻めるパンチはうまくないですよね、そうですか、深澤さん、はいはい、このチャンピオンサイドなんですが、ちょっと待ってください、今のラウンドは10対9で石橋さんは超インジュース、はいどうぞ、はい、この7ラウンド8ラウンドはチャンピオンサイド休んでもいいというラウンドだったんですね、指示が出ていました、左をワンツーでゆっくり攻めて、右の一番の武器の右ストレートを最後に決めろという指示が
飛んでますね。あ、そうですか、はい、で、あの山口選手には佐々木投手が応援に来てましたが、張選手はご家族が韓国でこの放送を見ながら応援しているということです。心強いですね。はいはい、いよいよ試合はこれから第9ラウンドに入ります。今日はディレクTVボクシング、ボクシングの世界戦を日本で初めてペーパービューでお送りしておりますが、今回は初めてを記念して本日の生中継は皆さんに無料でご覧いただいております。後日また録画で何度か放送しますが、その時はペーパービューでお送りしますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日のね、はい、ジャッジもね、採点が難しいですよ。ビューッと当たった、当たった、当たった、はいはい、ちょっとグラナッときましたね、飛びましたね、はい、聞いてますね、聞いてます、聞いてますか、ジャブック山口池、チャンスです、ボディがリアッと、ランカーは右を返しました。このラウンド2つ当たってますね、聞いてますよ、聞いてる、聞いてる、またまたヘッディング、またヘッディング、頭からね、ああ来たらやりづらダメですよ、ああ、はいはい、あれしないと、はい、みんな頭から決まってますから、あ、そうですね、頭から、バッティング、バッティング、はいはい、ほら、あ、そうですね、下から頭を突き上げてきますからね、そうですね、もう何度食ってますかね、これね、山口がね、やっぱりそこら辺はね、はい、左く、右、山口、それ山口は右、あの右吹くでいいんですよ、はい、右吹く、右吹く、出てくるとか合わせないですね、そうそうそう、狙い打ちですね、狙い打ちですか、はい、もう右く、はい、淡くて出てくるから、左、あーっとクリンチ、美佐子さん、はい、山口のペースですね、そうですね、このラウンドはね、もう、頭で打ってきますね、はいはい、あ、後頭部を抱えるなという、むしろバッティング、ビッグ、これ山口、やれこれ、はい、ワン、ツー、ダメ、チャンス、右のストレート、気合がありますからね、気合入ってますから、攻めないとダメです、これ、はいはい、攻めないと、攻めないと、攻めて攻めて、手出すことですね、攻めて攻めて、引いてるから攻めて、はい、行っていいですね、いいですよ、大丈夫ですね、これはチャンス、はい、チャンス、ちょっとここで休んじゃいます、リフク、チャンス、空振り、右ストレート、張陰樹、大したパンチではありません。チャンスですよ。チャンスですか。あとはおよそ50秒。もっと攻めたいですね。こういうふうに、こうやって攻めていかないとダメですよ。はい、後ろから抱えて殴るという。ねえ、これはアンフェアです。はい。空振り、ミノック。あんな無理やり打つことはないですね。ねえ。ああ、チャンピオンも出てきます。ミノックストレート、うまく避けました。左のグラブで避けています。あっと右のストレート当たった、大したパンチではありません、はい、さあ山口ラッシュ、このラウンドはね、レフリーもね、はい、みんなヘッディングで頭を切りました、みんな頭バッティングなんですよね、バッティングで切りました、みんなバッティングなんです、今度はチャンピオンからマイナス1、チャンピオンから減点、これでヘディングの減点はお互いに1、マイナス1、はい、第9ラウンド終了、10対9、山口啓司10対9、しかも、チャンピオンはマイナス1点、さあ美佐子さん、はい、それまで振り返って、はい、相対的にどうですか。いや今のね、あのラウンドをやるとね、はい、相手の左が下がってますから、はい、初めから右は狙ってたんですけど、なかなか相手の元気な間は当たらなかったのが、はい、だいぶペース崩してきたから、はい、さっき2発綺麗に当たりましたよね、そうですね、ロングフックでね、はい、あそこでもうちょっと攻めたい、効いてるんですからね、これは頭ですね、頭ですね、このところチャンピオンは頭で、まあ、お互いにこれ痛いでしょうが、頭ぶつけた方が痛くありません、あ、そうですか、はい、もう人間の頭は強いです、そうですか、はい、さあこれから第10ラウンド、あとは10、11、12、石橋さん難しい試合になりましたね、うん、でもね、この、この試合でいけばね、これはここからいけるんじゃないですか、あ、そうです、勝つ可能性ありますよ、もう構成点では圧倒的ですもんね、この試合でいけばね、はいはい、やっぱりジャッジもね、こういう構成点を取ると思いますよ、はい、今日のレフェリーはアメリカのローレンス・コール、レフェリーは採点しません、ジャッジはアメリカのエレスプル、それから女性のジャッジでバーバラ・ペレス、メキシコのビクトル・セルバンテス、この3人がジャッジを務めています。
チャンピオンもですね、こういうスタイルから、ただ打ち合って右ストレート、随所に、ね、カウンターしてればポイントになりますが、構成点では山口は上ですから、そうです、ね、アメリカのジャッジはこういうね、はい、選手を好むんですよね、構成点の。ちょっと今、うん、おでこの出血がまた、ちょっと激しくなりまして、コンディションドクターの診察を受けます。眉間ですね、眉間ですね、どうやらしかし傷はそんな深くないようで、バッティングですね、大丈夫です。試合再開です、うん、第10ラウンドに入っています。左フックボディ、これでいいんですよ、これに下からね、はい、残り3ラウンドとにかくもう攻めて、はいはい、パンチ当たった、そう、うん、ちょっと左後頭部でした ね、うん、今ね、いいんですよ、後頭部でも何でもいいから手を出す、はいはい、右フック流れ際、チャンピオンの右空振り流れました。単発ではありますが当たっています。山口、あっと左右を食いました。右の左のストレートを食いました。左のフック、でもちょっと打ち合いでは美佐子さん、山口勝ってるでしょ。そうですね、もうチャンピオンは、ペース崩してますね。はいはい、眉間から血が出てそれが目に入ります。しかし山口一切気にしていません。右のストレート当たり、もう一回当たった、3つ目が当たっています。チャンピオン右のストレート、山口を打った、チャンピオン右ストレート打って逃げる。ちょっとこれ石本さん3つぐらい食いましたね。でもね、手打ちですから、そうですか、そんなにあれですね、ダメージなし、ダメージはないですね、はいはい、残りあと1分第10ラウンド、はい、チャンピオンこいこいって言いながら逃げてるんです。そうですね、出てこい出てこいって言ってね、少しチャンピオンが少しこの回はペースを掴んでいるかなという感じで、右をたくさん、ちょっと右の手数が一番多いですね、ちょっとね、この回チャンピオンもね、手が自分もね、ちょっと押されてるのを心したんじゃないですか、はい、分かってますからね、はい、3度目の防衛戦のチャンピオン、2階級制覇なるか、WBA のジュニアフライ級のタイトルに続いて、WBC のスーパーフライ級のタイトルを狙う挑戦者の山口啓司。眉間から攻めています。攻めろ。チャンス。今チャンスだ。嫌がってる。嫌がってますか？はいはい。チャンピオン交代です。チャンピオンの右ですが大したパンチではありません。一応当たっていますが大したパンチではありません。今度はチャンピオンはダライッとあと10秒。第10ラウンドあと10秒。下からあれをこう突き上げるといいんですね。あとベルトがね。左フックダメ。はい、第10ラウンド終了です。石橋さんの採点は。10対9で山口、これでどうなりますか、トータルは。2ポイントぐらい両方1点ずつ、そうです、2ポイント、はい、2ポイント山口の上ですね、今のところリードしてますね、5点ですね、構成点マイナス1点同じですね、はい、はい、三沢さん、はい、あと2ラウンドが大問題ですが、そうですね、このペースでいったらいけますか。このペースでもうペースとしては山口君のペースですよ、はい、だからもうチャンピオンはおたおたしてますから。あ、はい、はい、あのね、1点のバッティングの減点がね、はい、これ響くかなと思ったけど、お互いこれね、1点取ってますからね、これはね、ジャッジの見どころですね、はい、でも採点しづらいこの試合ですね。さあ、いよいよ第11ラウンド、明確なパンチっていうのはね、なかなかありませんから、レフェリーのワイシャツの右腕にも両者の鮮血が真っ赤に飛び散っています。第11ラウンドです。山口頑張れ、山口まだ元気です。下からこの頭で突き上げられるんですよ ね、ここら辺が前ですよ ね、もういいんですよ。右のストレート、こういう、ね、カウンター食いました。これはちょっと押し倒しです。こういう攻め方をするとね、こういう混戦の場合は、はい、いい印象を与えるんですね、なるほど、ジャッジに、はいはい、特にアメリカはこういういわゆる攻撃的なボクシングが好きですからね、はいはいはい、クレンジで逃げるだけですからね、はい、アメリカンレフェリーが2人、メキシコのレフェリーが1人、ナイスでございます。いいですか、いいですよ、はいはい、ちょっと浅いですけど当たってますよ。そうですか、ちょっとおでこの血が激しくなってまいりましたが、スタミナは山口君のがありますね、元気ですね、もうこれでやらせたんです、はいはい、山口さん構わず、石橋さんの取材した情報ではチャンピオンのスタミナに問題があると言われましたね。後半スタミナが、ちょっと切れるという、そういう懸念があるということを聞いております。はいはい、打ち合いです、はい、左ボディ、これね、山口左ボディ空振り、右必殺の右フック空振り、さ
さあ山口まで行きます。これはね、はい、これはいい、試合運びしてますよ山口は。そうですか、三迫さん、はい、チャンピオン少し弱ってますか。もう相手の攻めをもうクリンチで逃げるだけ。左ストレート当たりました。3度目の防衛のチャンピオン、2階級制覇を目指す日本の山口啓二、気合で勝ってます、はいはい、気合で勝ってます。あ、ここでまた、失血が激しいのでちょっとドクターの診断を受けますが、山口自身はレフェリー大丈夫だよっていう、ね、顔をしてますね。あ、左の頭の中もちょっと来たようです。あ、ここでまたヘッディングです。第10ラウンド11ラウンドに入っています。余すところこのラウンドを入れて2回だけです。山口元気です。山口元気です。攻める攻める攻める。行けばいいんですね、これもね。いいんですよ、相手がああやってんですからね。いいんですよ、ね、相手はね、こういう、はい、打ち合いは、チャンピオンは、得意なボクシングじゃないですから、はいはい、山口ペースですから、はい、いいですよ、はい、いく、チャンピオンのショートの左右腹部当たっています。チャンピオンボディ、三迫さん、はい、この辺の打ち合いはどっちですか。いやもうどんどん、ね、山口ですか、はい、向こうはもうホールドしかないですから。あ、そうですか。だって下がりながらもね、パンチを当ててんだればちゃんとね、ポイントになりますけど、ホールドですから、はい、こういうのね、はいはい、前半もですね、だいぶ山口のパンチが当たってますから、はい、そうですか、このラウンドは、はい、世界 WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、いよいよもう11ラウンドも残すところわずか、あとは最終ラウンド12ラウンドだけ、非常に山口健闘しています。採点の結果は何とも分かりませんが、とにかく山口大健闘です。チャンピオンは3度目の防衛を果たす超陰柱、あと10秒を切っています。第11ラウンドです。まもなく第11ラウンド終了。どうでしょうか、11ラウンド10対9、山口のラウンドです。石松さん、石松さんね、はい、山口の構成点というのはよくわかります、パンチはどうですか。当たりました、このラウンドは。このラウンドはね、はい、右フックがね、当たりました、はいはいはい、あの2つほどね、はい、左ストレートも当たりましたね、当たりました、左が今ね、はいはい、相手のパンチじゃなくて相手は頭だけですから。あ、なるほど、頭とホールディングですか。そうですね、山口は、はい、どうぞ。深澤さん、チャンピオンサイドですけれども、張選手の表情は変わらないんですけれども、セコンドの声がだんだん荒げられてきましたね。あ、先立ってきた、そうですね、ただ言葉はカバーを上げて力を抜いて無理しないでじっくり攻めろというものなんですよね。そうですか、はい、まあ、しかしも石橋さん、じっくり攻めてる場合じゃないですね。じっくり攻めてる場合じゃないですね。最終ラウンド、世界をかけて、さあ山口頑張れ。2階級制覇なるか、3度目の防衛なるか、接戦です。山口啓二、ちょっと両者すれ違いました。あっと、こういうの多いですね、抱えられるというね、なかなかずるいね。ずるいですね、うまいんですね、はい、あっと、ワンツー、右ストレート、山口右フック、相打ち、手数はチャンピオン。いや、今のはね、はい、山口、あ、左ダウン、山口ダウン、山口ダウン、はい、今左ですか、はい、はい、左ですか、痛いダウンですね、痛いダウンですね、最終ラウンドでね、ここまで来てね、ああ、山口頑張れ。もう意識ないかもしれませんね、もう意識ないですね、山口はね、ね、不用意に食いました、左フックです。イノック、最終ラウンド、ちょっと気合い入れたところですね、右アッパーですね、右アッパーですか、はい、3回ダウンすると終わりですからね、はい、はい、大丈夫という山口、しかしもう意識はないはずです。あー、これは痛いダウンを喫しました。最終ラウンドです、山口頑張れ。あー、まだ時間があります。あー、あんまりセコンドが出ちゃいけないという注意ですね。あー、狙い撃ちです。もう一回ダウンを取ればというチャンピオンはそうですよね、
あ、山口このラウンド逃げて採点がどうかというところです。ちょっと気を抜いた時ですね。あ、難しいね、失敗しましたね。あ、さあワンツー、右フック山口。さあ山口頑張れ。もうこのラウンド2回ダウンを食っています。あと50秒、右フック山口、左フックチャンピオン。あ、山口スピードも衰えました。あと40秒、あ、なんとかしのいでほしいですね。そうですね、ここはね、あと30秒、あと30秒、もう一回取ったらダメです。さあ山口頑張れ。あ、左右顔面に食った、ショートフックを食いましたチャンピオン。あと15秒、もうこれクリンチでもいいから頑張ってもらいたい。なんとかこのラウンドを耐えてもらいたい。あと10秒、あと10秒、あと10秒です。最終ラウンドはゴングに救われます。試合終了です。非常に不満そうな表情の山口。石橋さん、はい、このダウンは失敗しましたね。このダウンは失敗したですね。ね、6ポイント、1、2、3、4、5、6、7、8ポイント、まあ私の採点ではわずかに、2ポイント勝ってますけどね、分かりませんね、これはこの判定分かりません。これは惜しかった。あ、惜しかったな。ダウンがなければというところですが、ダウンはね、やっぱり美佐子さん怖いですね、ボクシングってね、はい、ダウンがなければ、ね、そうですね。あ、もう勝ち残ったよ。赤コーナー、キョウ・イン・ジュー、3回目の防衛です、はい、見事防衛いたしました、キョウ・イン・ジュー選手に。山口惜しくも敗れました。ダウンですね、ね、あのダウンね、打ち合った時のね、まあ、後で採点表が来ると思いますが、はい、最後のダウンがなければっていうね、まあ、これも終わったことはしょうがありません、小島茂日本コミッショナー事務局長からこれからチャンピオンの張陰柱に認定証の授与が、されるところであります。あ、しかし最後の美佐子さん、最終ラウンドで決着がついちゃうとはね、はい、そうですね、残念です ね、ねーペースを掴んでたかに見えてましたから ね、 あ、ちょっと乗りすぎたです。そんなことはないでしょうけどね、あ、ちょっとあの打ち合ったところで相打ちのような感じでね、はい、左フックをいいの食っちゃったから、大したパンチじゃないんですが、しかしカウンターだとあれだけの威力がありますね、はい、しかしチャンピオン、さすが柴田さん、豪快ですね、やっぱりあの、最後にね、はい、俺はチャンピオンだというね、そういう勝ちました、気概が、はい、あのパンチにあの乗り移ったんでしょうね。デリック・ケイリー、山口圭司が会長泣いていました、悔しそうです。しかし何とも対応しましたね。でもね、あの山口もね、はい、もうやりましたね、はい、ジャッジペーパーが来ました、はい、ジャッジペーパーが来まして、セルバンテスさんが114-110で超ですね、それから同じく、これはバーバラさん、女性ですね、これも117-107で超ですね、一方的ですか、それからもう一人ヘンリー・エルブス、これも117-108、一方的ですね。なるほどね、これ味方なんですね。しかしこれはですね、最後、はい、10対7にして4点差でしょ。あ、はいはいはい、ということはこれダウン取られてなければ勝ちなんですよ、でもこっちはね10点差がついてますね、こっちはね、はい、放送席、それではあの勝者の張陰柱選手に来ていただきました、勝利者インタビューです。最終ラウンドで山口選手を倒し3度目の防衛成功、今のお気持ちは。今の気分は何でしょう。最終ラウンドで山口選手を倒し3度目の防衛成功、今の気持ちを。最終ラウンドで山口を넘어뜨려가지고気分は何でしょう。気分は相当に좋았습니다。気持ちがもう随分いいと思います。そうですか、今日は韓国にもこの試合が流されているということで、日本のファンだけでなく韓国のファンの皆さんにも一言お願いします。이방송을보고있는한국팬에게한마디、コント팬에시청해주신모든팬들한테감사드립니다。韓国のボクシングファンに感謝しますと話したし、本当にいい表情の張陰柱選手でした。どうもありがとうございました。おめでとうございます。
あしかし残念です、山口敗れました。あだけど意外にあれですね、構成点というのをレフェリーの皆さんはジャッジの皆さん取りませんでしたね。そうですね、ディフェンスですか、はいはい、こちらの方を取ったみたいですね。ねえ、しかし美佐子さん、このジャッジの皆さんの採点というのは意外でしたね。そうですね、ねえ、こんなに大差がついているとはね。さあ今これから、今日はこの放送は韓国にも生中継されておりますが、韓国の関係者の皆さんは3度目の防衛、しかし採点以上にどうですか、内容は苦しかったんじゃないですか、チャンピオンは。見た目はね苦しそうだったけど、はい、やっぱりその分だけ、山口が頑張ったってことなんですよね。このやっぱり対戦相手山口がこれだけ頑張ったおかげで、はい、この試合を盛り上げた、はい、でこのチャンピオンを苦しめた。そうですね、そしてね、はい、最後のこの最終ラウンドのダウンでね、はい、会場のお客さんもなんか納得したような感じしますね。あ、なるほどね。これダウンがなくてね、ダウンがなくてこのまま、はい、反転になって、こんだけの三者三様のね、はい、あれになると、もう少しね、はい、不満が爆発したでしょうけど、はい、美佐子さん、はい、しかしくどいようですが、惜しいですね、山口ね。惜しいですね、左フックはまだ1回前に何回目でしたですね、やっぱり左フック同じく振りましたよ、打ち合った時に。あ、はいはいはい、ちょっと聞いたでしょ。あれはやっぱり打ち合った時に一番噛み合うパンチなんじゃないかな、チャンピオンの方の。そうですか、山口も頑張りましたけど、このチャンピオン試合巧者ですよね、なかなかね、バッティングとか ね相手をちょっと引き落としとかね、クリンチとかで、はい、うまくその山口をあしらったというかね、はい、山口の木を探して、はい、そいだんですね。それから